ザ・ガッツ。なるほど、なるほど。登場キャラの位置。C。というわけで、どうもいいんです。ご要望があったような気がしないでもないんで、コンプリートさんから、ザ・ガッツ、マキシマム・マタニティ体験版やっていきたいと思います。これ、ガッツの最後に出たやつなのかな？もう7年前なんだな、すげえな。いきますか、じゃあ。はい。ベルセルクのオマージュなんだろうな。ガッツだけ。結界？かわいいですね。トグロみたいだな。なかなかこのゲーム、あれですね。マニアにはたまらない一本になっております。ボディービルダーみたいなゲーム。ビスケット売り場。190万だ。握力とかすごそうだよね。男前すぎるな、ちょっと。よろしくな、少年。私は美奈子、高原美奈子ってんだ。あ、これ主人公か。そっか、ちっちゃいんだ。としあき。ああ、いいよいいよ。堅苦しいのは苦手でね。たかって呼んでくんな。江戸っ子気質な感じがしますね、やっぱり。高原の高さ、ま、あんま美奈子ってな柄じゃないんでね。高さん、かっこいいぜ。どこすすループが雑だ。ノーブラ。して見るとこ見んじゃねえか、うりうり。まああれですかね、タカさんがこう見えてビッチですからね。ビッチって言い方あれかもしれん。まあエロゲーだから。言って言って、男に見られて悪い気はしねえよ。どうやらお前もなりは小さいが立派に男の子ってこった。グリグリ。ちょっと触ってるぐらいの気持ちなんだろうな。おお。おっと、悪い悪い。こうなんかちょうど撫でやすい位置にあったもんでさ、すまなかったな。いや、ガキ扱いする気はないんだ。気持ちいい性格してますね。実際こうして現場に立つからには全員プロフェッショナルってことでよ。性差、年齢、千差万別、うぞうむぞうする気はねえ。エロゲとかってこういうキャラ、サブキャラとかでいたりしますけどね。なんか結構ギャグ寄りの、それを主人公に持ってきた、ヒロインか、ヒロインに持ってきたパターンですね。全員の安全にも関わることだからな。改めて
よろしく頼むよ。いい人。ああ、タカさんはですね、この作品だと絵柄ががっつり変わりまして超可愛くなっております。可愛いです、正直。うん、おい、余韻なんだなんだ。あ、これいいっすね。紐筋が、紐筋な、なんて言うんだろう、まあ日焼け跡だな。腹切れっす、ちょっとこれいいね。チューブトップ、うん、いいね。筋がそら、うんうん、なんだ、イチャモンを、猫、なんだこのエッチなお姉さんすごいな、歯だけ好きじゃないですか。この現場で働きたい。ジャンプスーツ、ジャンプスーツっていうのかな、うん、あずささんみたいな。嫌がるから内緒ね。というわけで猫ちゃんって呼んであげてちょうだい。もろ目の前で言ってる気がするんだけど。おい主婦、こらてめえ。猫さん、うろたえた、うろたえるって読むんだな。これで狼、何、狙うじゃないか。美女さん、やめてちょうだい。せめてかすみって呼んで。どけろよ、主婦は主婦だろうが。現場ではただの一労働者。男っ気のないあなたも主婦も男も女も変わりないでしょ。うん、というわけで私はかすみ、八部かすみ。まあ猫ちゃんの言う通り、いわゆる一つの出稼ぎ主婦なんだけど、よろしくね。へえー、すごいな、よりによって力仕事の現場なんだ。ジムとかじゃないんだ。うん、としあきおねしょたの予感がする。猫さん、こちらこそよろしくね、トシ君。トシ君だってトシアキ君でしょ。トシ君よね。ね、おお、強引に押し切られる形、主導権を握られているな。猫ちゃんだったな、悪い悪い。うん、ちゃん言うなまあ、あんたの方が年上だ。100歩譲って俺の呼び方は好きにしな。高原さんよ。俺っ子だ。なんだろう、ヤンキーなのかな。そこのちびすけと同じで、まだ新入りだっつうのは変わらねえ。そう、みなこちゃんもね、トシ君より1週間くらい前からかしら。まあ
その程度じゃまだまだ新入り扱いってわけね。なるほどね。その新入りがだ、なんでうちの姉さんを差し置いて井の一番でガキンチョに挨拶かましてんだって話だよ。なるほど、そういう感じか。そこんところどうなんだよ。あ、姉さんいるんだな。うん、そういうことですか。まあ、やっぱ上下関係とかは、うん、経験とかじゃなくてやっぱそのあれなんだろうな。うん、やめな猫。のりさんってその言い方、ドラゴンキラーの2枚目が来ましたね。姉さん、でっかい言い方、言い方よ。そう、あの、なんか表現で笑かしに。だっか、その姉さんってのは勘弁してくれよな猫。いいからほら下がんな。でけえ、ループが雑。これがあれですね、今作の2大看板ですね。今までタカさんオンリーだったんですよ、あのマッチョキャラ。そんないっぱいいてもあれだけど、すごいな、ライバル出現だな。オンリーワンだったんですけどね、今まで。すごいね、この人がこの現場仕切ってる人かな。スパッツなんだ。確かにマッチョの人のスパッツってなんかすごいよね。うん、トライチかな。すごいね。綺麗だ、確かに。こうなんかでかいけど実は結構女の子っぽいとこあるんじゃないのか。すまないな、こいつも普段ならこんなに先輩風を吹かすようなやつじゃないんだが。慕ってっからこそのあれなんだろうな。姉さん、ここは俺が引き取る、お前は今日の持ち場に行け。ですが姉さん。猫。おお、すごいな、貫禄あるな。わかりました。うん、高原てめえ覚えておけよ。あらあら、ご機嫌斜めね、猫ちゃんってば。ジェリコさんね。うん、冗談冗談。まあ、あの子のりこちゃんのことが大好きだから、それでついつい美奈子ちゃんに突っかかっちゃうのね。のりこちゃん、そう、サリタのりこ、覚えておくといいわ。あの子がうちのリーダーですからね。のりさん。うん、うん、双璧をなすもん。現場責任者ね。私や猫ちゃんも一応現場主任クラスではあるけど、それらを束ねる現場運用上のリーダーが。うんうんうん、そういうこと。だから猫ちゃんは余計に美奈子ちゃんが気に食わないってわけね。それはね、このコークの仕切りは本来うち、サリタ建設が行うべきものだからよ。ん、ノリさんのとこがあれやってんのか。親父さん。そう、ノリコちゃんの名字と一緒。彼女は
私や猫ちゃんが所属するサリタ建設の一粒種なわけ。いいえ、その社長が数ヶ月前に事故で亡くなられてね。ああ。そのまま倒産整理かってところで、彼女が踏みとどまって支えていてくれてるの。現状では社長代理ってとこかしら。なるほどね。いっそ潰してしまった方が彼女としては楽でしょうけれど、そうすると困る行員さんがたくさんいるから。なるほど、ギリに熱いんですね。で、今はこのプロジェクト全体の親である会社ハリス重工からの依頼で、向こうが送ってくる君たち平野行員やアルバイトをまとめつつ、このコークを担当してるってわけ。そういうことか。そういうことね。つまりこの現場は基本身内の仕切りでやってきてたわけよ。そこになぜか送られてきたのがあの子。あの子というにはあまり。そうじゃないの、あの子は肩書き付きなのよ。ん？優秀だから。つまりあの子だけ最初から監督権限を所持しているわけ。そこが気に食わなかったんだろうな。いいえ、でも先代ならたとえクライアントであれ、その手の勝手な干渉は許さなかったわ。だからまあありていに言っちゃうとそういうことね。と思われた。猫さん、猫さんじゃねえ、ノリさんでかすぎて頭上まで入ってねえもんな。すまないな、許してやってくれ。うちうちでやってたのが長いせいで、まだお客さんの対応に慣れてなくってな。お客さん気にしちゃないさ。わかるよ、私も以前は小さな建設会社にいた口でね。もともとの画面のサイズが800、600だから小さいっつうのも。そう言ってもらえるとこちらも助かる。画面いっぱい広がってますね、二人とも。いやいや、俺は異物だろうがなんだろうが清濁合わせ飲み込んでこその現場運用だと思ってるからな。清濁？ん？清か濁かは知らんが、得体が知れん。飲むにしてもその前に見極めるくらいのことはしておきたいな。で、聞いておきたいことが一つある。どうぞ。この際だ、はっきりしておこう。あんた何か隠してないか、高原さん。そうなの？と言われてもね、通帳の場所なら親にも教えるなってのがばあちゃんの遺言でね、いくら相手があんたでもそう簡単に教えるわけにゃ。そんな大層なもんじゃない。ただあんたがしばらく前まで F ブロックの監督をやってたって話を小耳に挟んだんで。 F ブロック？そいつは別に隠してないよ、事実さ。さらにその1ヶ月前には溝口建設の担当している C ブロックにいたという話も聞いた。なんでそんなに転々としてんのかってこと？ああ、そいつも事実だね。ではつまりあんたは2ヶ月弱で2回も移動したということだな。うん、そういないね。あんた一体何をした？ああ、いわくつきな。期間が、間隔が短すぎるってことか。
かしいっちゃおかしいかもね。マキナ、イリスマキナか。おお、ああ、こっちがジムのお姉ちゃんか。ほくろ、口元のほくろいいっす。顔が出てこない。マキナ。おお。そう、Xマキナ。担当はそうね。このブロックの管理と事務処理。Xマキナ。ゼウス Xマキナ。多分そういうとこから撮ってんだろうな。としあきくんって言ったっけ。君多分勘違いしてるよ。管理の管は工藤じゃなくて監督の管。4は作業が図面通り計画通り進んでいるかどうか監視するお仕事。まあ県経理その他書類仕事全般の雑用ってとこ。よろしくね、マキナでいいわよ。うん。そうね。例えばね、移動じゃなくて応援ならよくわかるのよ。うん、サポートっつうか、なんか一時的な。資格を持っている人があちこちの現場に呼ばれて。みたいなことはね、珍しくないから。一口に資格って言ってもね、土木施工管理技師、火薬類取扱保安責任者、クレーン、ブル、玉掛け、いろいろあるじゃない。玉掛けってなんだ。あるので、物によっては資格を持っている人間がその場にさえいれば持ってない人でも使って OK みたいなものもあるわけ。うん。かすみさんの言う通り、ここはサリタ建設のいわば縄張りなわけ。他の校区もやっぱり建設会社単位で進行させてたりするわ。その方がまとめやすいからね。だからまあそんなによそ者が歓迎されるわけがないのも道理ね。普通にしてれば校区間の移動なんてそんなに頻繁にないから。ほう、バイトだから。それは多分建設会社1単位内のお話。サリタ建設も仕切りの現場内でもやっぱり毎日のように配置は変わるわよ。でも今話してるのは、うん、そういうことと。か言いつつ、各有マキナのハリス重工の所属なんだけど。ただマキナちゃんの場合は管理としての派遣だからね。猫ちゃんの縄張り意識には引っかからないみたいね。猫の縄。なるほどね。まあ何をしたってか、そのあたりはちょっと訳ありというか。あ、わかったぞ。ではその訳とやらを教えてもらえるかい。逃がさないね。もし嫌だと言ったら。なんだと。お、臨戦態勢。何が始まるんです。いや、もし教えたくないと言ったらどうなるのかなって、ちょっとした好奇心ってやつでね。どういうつもりかは知らんが、おすすめはしないね。おお。体に効くか、もしくはハリスの事務方に直接問い合わせるだけなのか。
体に効く。なるほど、好奇心は猫をも殺すってやつか。あんたはどうやら猫ってな柄じゃなさそうだけど、まあタイプ的には犬かもね。オタクんとこの猫ちゃんには嫌われたようだし。本当にね、なんかコブラみたいな言い回しをよくするな。よく言われるよ。見てる方は緊張だろうな。まあただばあちゃんの遺言でね、喧嘩はバカのすることだって言われてるもんでさ。わかった、答えるよ。あー、なんだっけ。なぜあんたが移動を繰り返してるのかって話。そうそう、まあなんというか、前のコークの同僚がね、ちょっと続けざまに腰を言わしちまったのがそもそもの始まりで。はあ、腰だ。うん、そう。ただそれが4人5人と増えたところで、言わした連中の中に1人現場監督が混じっちゃってさ、いろいろ進行が問題になって。でまあ最終的には私がコークを移るってことで手打ちですよ。よくわからんが、とにかくそれが一度目の移動だな。で、次は？次ね、その、なんだ？うん。次もやっぱ、移って2、3週間で4人ほどが腰を言わしちまって、運悪くその中には主任もいて。なんだそれ、意味が分からんぞ。分かってくれ。分かりたくないか。純粋。あらあら、そんなに激しく。どうとか全然的外れだったってことじゃない。あっ、切れた。え、今ので分からなかったの君。うん、見ての通り、このコークはプロジェクトの中でも監督主任に特に女性の多い女女体だってことかな。一方、男はみんな一般作業員だから。手を出さないだろうと。だから例えば君が腰を言わしても誰も困らないってことよ。さあ、仕事仕事。ボス、試してみないと分かんないわよね、トシ君。だってそうじゃない。あ、暴力。いいから騒がないの、男の子でしょ。もしかしたらトシ君のここだってこっちが言わされちゃうような一品かもしれないのにね。そりゃ当ててるんだな。当ててんのよ。ちょうど乗っかるいい位置にいるあるんだろうな、身長が。男の方が壊れちゃったっていう。やりまんだ。
タカさん、この見てくれでやりまんつうの本当面白いよな。つまりあんた、男性作業員を食いまくって、そんでそいつらが腰を抜かしたって、そういうことかよ。結果的には、まあ、抜いたのは腰じゃなかったはずなんだけどね。うまいこと言うわ。それでまあ、あんたんとこに行けみたいな話になってね。くぅ。聞いてねえぞ、中本のやつ。下請けだと思って舐めやがって。無茶な。島流しの先でも女子ヶ島でもないんだ、まったく。まあ分かったよ。とりあえず理由は把握したけどな、男だってそれなりの労働力なんだ。無限じゃないんだよ。腰だか尻子玉だか知らんが、考えなしに抜くな。わかったか。シリコだ。カッパかな。心得ておくよ、サリタさん。ノリでいい。とにかくこの現場はノルマもきついし、いろいろタイトな状況なんだ。頼むぜ。かっこいいな。ワイルドだな。もちろん。仕事に関しちゃやることはやるさ。任せてくれ。あ？なんだこりゃ。私のことはタカって呼んでくれ、ノリ。あ。俺の握手はそんなに安くないぜ。今日はここまでだよ。それより、あいつ、さっきのバイトの新入りは？ああ、さっきの。そこで父の間に挟まってる少年だろ。父の間？見えなかったらしい。むにーん。何をしとんのだお前は。かすみさんも今しがたこいつ、高原に注意したばっかなんだからさ、そういうのやめてくれよ。ごめんなさい。ったく、とにかくだお前。いいよ、名字はこそばよいんだ、ノリでいい。それより今日からの作業に関してだが、そうだ、俺よりファスナー。ファスナー。お、何？あら、かわいい。かわいいんだけど。ファスナ、ハスナか。だからファスナ。かわいいな。作業員なのか、この子も。さっきまでタカさんとノリさんばっかだったからなんか。うん。こいつはファスナーってんだ。見ての通り不愛想でちっこいな。まあ将来的にはうちの主任候補ってくらいのやつだな。へえ。すげえな。軽い。なあファスナー。こいつの面倒、1日2日程度でいいから見てやってくれ。あからさまにめんどくさそう。あの、肩ずれてるやついいっすよ。肩ずれてるっていうか、なんだろう、はだけてる感じ。ノリさん、なんだ。ガキの面倒を見るとかすごく面倒。ガキ。まあそういうなって。ああ、お前もそろそろ部下の面倒くらい見れないとあれだしよ。無理ゲー。無理じゃねえよ、やるんだよ。命令？頼んでるんだよ。なんなら今日の晩飯をおごってや。何を？あ
結構あれなのか、がっつり系なのか。早いな、さすがファズマ。内容次第では考えなくもない。牛丼特盛りとか。じゃあ逆にお前は何がいいんだよ。リクエストはあるのか。今日の気分は米と死んだ牛。死んだ牛。死んだ、いや牛丼だよなそれ。牛丼って言えよ。牛丼でいいんだな。あってた。牛丼好きなんだ。かつ卵もあるとなお良い。ほほ。わかったよ、生卵付きな。特盛り。全部当たっちまった。なんとなく言っただけなんだけど。好きにしろよ。ちなみに僕はすき家派です。じゃあそれで2杯。おー、特2杯か。キングってどんぐらいだっけ。あれ波8杯分とかだった。バイプッシュかよ。結構するな。特2杯1,600円ぐらいするんじゃないか、定食だと。よって卵も1個ずつ、計2つが理想。わかった。じゃあ特盛り牛丼と生卵が2つな。あと死んだ豚の汁も魅力。死んだ豚汁だよなそれ。豚汁っていいよ。わったよ。じゃあ豚汁の。豚汁はやっぱ大盛りか。死んだ豚って言うね。自分で言ってからあれだべ。わったよ。豚汁の大盛りも2杯。これでいいんだろ。商談成立。お、かわいい。最後に一つ確認。お、そう、なんだ。何かだ。よし頼んだぜファスナー。頼まれた。よしというわけだ。とりあえず今日はファスナーの指導下で動いてもらおう。どうせお前の場合は人足合わせのバイトだからな。どことなりうろうろして現場の指示で働け。じゃあとりあえず新入りの挨拶はこれでしまいだ。みんな今日も一日よろしく頼むぜ。気持ちのいい人だな。うん。濃いですね。新人の始まり、俺たちの戦いは。というわけで、一日の流れを説明する。はい。ノー。ん？ファスナ。マイネーム。ファスナ、渡良瀬。ファスナ、違う。ファスナ。はい。こだわりがあるんだな。かわいいなこの子。で、まず朝、ここが朝の集合地点、ナボポラッサル正面玄関口、現在地。ナボポラッサル。
なんだこれ、アナグラムかなんかあんのか。バビロン、あ、そっち系なのか。平芸、流れはまずここで今日一日の作業現場を選ぶこと。乗るのはこれのどれか。うん、バスターミナル、これで現場に行くってこと。なるほど。というわけで君はまず一日の始まりに現場を選択。うん、そうで、現場にはその日そこにいる人が表示されてるから、それも助けて選択。あー、懐かしいな、昔のギャルゲーってそういう感じだよな。あー、こういう風に分かれてんだ。 OK、 じゃあ行きましょう。わかりやすいチュートリアル。選択肢は基本1日2回午前と午後、ただし当然午後に選べるのは君がいるのと同じ現場のキャラ。要するに今日の午後の選択肢は私か。タカさん、よー、やったぜ、メインヒロイン来た。あっちいな、今日も全くもって肉体労働日和ですこと。なんでな、かっけえ、爽やかすぎるな。ん、何、イエス、うん、つーか、あたしの方に来られても特に教えてやれることなんてないけどな。まあ体の鍛え方くらいか。じゃあな。いいね。午前の選択肢はお昼休みが終わるまで、午後の選択肢は作業が終わって上がるまで、おしまい。うん、これをぐるぐる回す感じか。基本的には
愛情度。ま、ハッテで余る。あまり気にすることない。そんで条件満たせればエンディング出る。うん。あとはまあ、またに切るか、またに切らないか、その辺だけ。またに切る。ああ、妊娠するかしないか。次に午後の選択肢、現場 A には私と新入りの筋肉の人。筋肉の人。それ試しに午後の選択肢はガッツな向こうを選ぶです。ガッツな。言わずもかな。おお。なるほどな。ガッツなアイコン。あ、行くか。なるほどな。ありゃ言わせちゃうな、確かに。335。プレハブか。うん、素朴な。うん、何者だ。でけえハッターめ。ヤクザか。あ、すげえ。そんな社長。あ、なんだろうこれ。なんか味のりのキャラクターみたいな。うん。ほう。なんか躍進家みたいな。なんて書くんだこれ。染めをわかんない。ラッツワン。ああ、この人が社長か。社長かって、まあ社長って書いてあって、あのなんだ、うん、タカさん送り込んできたところの社長。あ、中本って言ってたな、それ。こいつか。腰巾着みたいな。
あれ、ああ、押さないとダメだったのか。ハリス重工。あ、ここで終わりってことかな。そんな顔しなくても。はあ、2012年9月28日。マジで7年前ぐらいなんだ。個別のエッチシーン、これいきますか。あ、デモムービーにいるか。これはあれだな、 F2 版にあげますんで、そちらでよろしくお願いします。デモムービー、ダメだ、デモムービー流せねえ。なるほど、ちゃんと。でもあれですね、タカさん以外なんかみんなあるっぽいですね。いいですね。ちなみにこれ、あの、確かイニシャル D のスタッフとかが、あの、エロアニメを作ってるんですよ。あれめちゃくちゃ面白いんで、ちょっとおすすめします。というわけで終わりたいと思います。お疲れ様です。神ゲーです。